どうも皆様こんにちは、カズマです。本日の動画は芝居とは全然関係ありません。秋の味覚、焼き芋でございます。皆様、焼き芋は好きですか？僕はすごく大好きなんですけども、焼き芋ってめちゃめちゃ美味しいんですけど高いじゃないですか。たまに車で焼き芋屋さんが通るじゃないですか。そこで買おうとすると、これぐらいの1本普通ぐらいの焼き芋のサイズが600円、700円、めちゃめちゃ高くないですか？僕の場合はですね、近くにマルエツというスーパーがあるので、焼き芋機みたいなところで焼き芋を焼いてその場で売ってるんですよ。でもそれでもね、170円180円ぐらいするんですね。でサイズもすごく小さいんですよ。手のひらと同じぐらいですかね、20センチぐらいかなの焼き芋、これで170円180円するんですよ。ちょっと割高じゃないですか？スーパーで売られているさつまいもがこのサイズです。これぐらいの差があるんですよ。焼き芋の方がそれは手間がかかってるんで高いのはわかるんですけど、サイズにえらい差があって、しかもちょっと割高ということで、家で焼き芋できないかなって結構僕探してて、まず電子レンジで作る、やってみました。だけどね、美味しく仕上がらないんですね。多分急に熱を入れるから甘く美味しくできなかったんですよ。で、次に試したのがオーブントースターで30分、まあこれぐらいの大きさはね試してないんですけど、もう少し小ぶりなやつでオーブンで30分、これは案外美味しかったです。ただ最近ね、芋が旬で大きいさつまいも、これぐらいの大きいさつまいもばっかりなので、僕のオーブントースターちっちゃいので入らない。やっぱりどうしても手間がかかる。頃合いを見ながらね、こうやってダイヤルをひねって調整していくんで、大体30分くらいでできるんですけど、まあそれでも見てあげないといけないっていう手間から、もう少しいいのないかなと思って探してみました。そしたらありました。なんと焼き芋が炊飯器でできるらしいんです。はい、作り方は簡単。さつまいも2つを炊飯器に入れて、2合分水を入れて、塩を2つまみ入れて玄米モードで炊くだけ。その後粗熱を取ってあげれば出来上がりみたいな。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。今日はその作り方で焼き芋を作ってみたいと思います。まずはよく洗ったさつまいも2本、2合目まで水を入れます。ほぼほぼ浮いてるんだけど、これ沈んでる前提の2合なのかちょっとわかんないんですけど、 1.5 合でいいか。お塩2つまみ。これでね、甘みが増幅するみたいですよ。2つまみ。はい。これで玄米モードで炊くだけという、非常に簡単ですね。はい、早速炊いてみましょう。OK。オープン！見えない！電気をつける！茹でてる感じですね。ほうほう。蒸してるっていう方がいいのかな。早速切って見てみましょう。あっつ、焼き芋っていうか昔芋ですね。じゃあ切っていきましょう。気になる切れ目を入れてね。つ、あっつ。じゃあいきます。こんな感じになっております。おー、ホクホク。いただきたいと思います。いただきます。誰か来た。すいません、お待たせしました。いただきたいと思います。ホクホク、甘いですね。美味しいです。ね、売ってる市販の焼き芋機で作った焼き芋よりかは甘みはちょっと少ないかもしれないですけど、これね、めっちゃくちゃ簡単で、この味ができるんだったら、いいですね。リピです。レギュラーメニューです。野田家のレギュラーメニュー、焼き芋です。これね、甘さが今これぐらい言ってるじゃないですか。まあ、美味しいです。すごく甘くて美味しいんですけど、冷蔵庫に入れて粗熱を取るともっと甘みが増すみたいです。出来たても美味しいんですけど、ね、冷蔵庫入れていただいて冷やすと、もっと甘みが増して美味しくなるということで、お時間ある方はやってみてください。はい、番外編でございます。この間ね、作ったんですけど、ちょっとね、2本あるうち1本まだ食べきれてないので、これからこの1本を使って大学芋を作ってみたいと思います。イエーイ。まあね、こんだけ大きいと2本一気に作って1本はそのまま食べれても、もう1本じゃあこの大きさのものをそのまま食べれるかって言ったらね、いけるんですけども、ちょっと味変した方が楽しいじゃないですか。なので、いろいろネットで調べて大学芋の簡単な作り方調べてみたので、揚げない大学芋ですね、やってみたいと思います。それでは作っていきましょう。よし、切り終わりました。ちょっと食べてみたんですけど、この間作ったやつよりね、美味しい。この間作ったやつは、出来上がってすぐ僕取り出して、僕食べ始めちゃったんで、まあ火は通ってたんですけど、これはね、すぐラップして冷蔵庫入れたんで、多分余熱で火が通ったんだと思います。じゃあこれを
炒めていきたいと思います。その前に合わせ調味料を作っていきたいと思います。さつまいも1本につきお砂糖大さじ2、みりん大さじ2、醤油1だったんですけど、うちちょっと今三温糖使ってるんで、三温糖でもいいですよね。揚げ焼きみたいな感じですかね。本当はね、揚げたから一番美味しいんでしょうけど、まあ、カロリーもあるし、ちょっとね、揚げるってなるとその油とかでどうすんねんっていう問題も出てくるので、今日は揚げ焼きにしていきたいと思います。表面がちょっと焦げ目がつくまで焼いてみます。もともとふかしてあって火が通ってるので、そんなね、もう目くじら立てて焼かなくていいと思います。いや、これだけでもね、ちょっとうまそうっすね。これどうしよう、タレ絡ませる前に食っちゃうかもな。大学芋揚げなくても作れるんですね。もういいでしょ、いい感じでしょこれ。じゃあ次はタレに絡ませていきたいと思います。はい、さっきのね、合わせ調味料を弱火にかけます。強火だとね、醤油も入ってるんで焦げちゃいますからね。めっちゃ簡単で、切って炒めて、混ぜたやつで和えるだけですもんね。ここで絡めていきます。よいしょ。水分がなくなるまで煮絡ませると。ここでね、なかなかこの水分がなくならないからって僕強火にしようってしちゃうんですけど、やっぱりお砂糖と醤油が入ってるので、ここでね、焦っちゃうと焦げちゃう可能性があるので、ここは慎重に作っていきたいと思います。わかりますかね、飴状になってきた。はい、本当はね、黒ごまをまぶしたいんですけども、うち黒ごまなかったので白ごまで代用したいと思います。飴がもう完全になくなったので完成としましょう。はい、できました。こちらですね、いい感じでしょう。早速1個食べてみますか。こちら、すいません、あの差し箸で入れたいと思います。うん、お店みたいに飴をね、全部カッチカチで固めたあの感じはないんですけど、いい感じに甘じょっぱくてみたらしがかかってる感じですね。非常に美味しいです。大成功。皆さんもね、焼き芋もすごく簡単ですし、この大学芋もすごく簡単なので作ってみてはいかがでしょうか。はい、芝居に関係なかったんですけども、まあたまにはね、こういう動画もいいかなと思うので、はい、そんな感じで本日は閉幕。はい、美味しいです。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローも